皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。iPad にねピアスコアを入れてこう楽譜を読み出してから2日目になります。メトロノーム機能とかもね使えるようになりまして、でまあアイペンシルの方もね、はい、ちゃんとね使えているので、まあ今のところ一通りはできてるかなと思います。でまあ実際にまあ何ですかね、本番で使うのは多分なくって紙媒体になることが多いかと思うんですけれども、まあ、練習なんかでねこう iPad もねまた使っていこうかなと、あとレッスンの時とかにねちょっと便利そうなのでね、こちらもねまたね連れていこうかなと思っています。でちょうど今週ねオンラインレッスンがあるので、その時に iPad の方でレッスンをしてみようかなと思うんですけど、意外とねパソコンほど細かい設定ができないみたいなので、実際の音質っていうところの問題はちょっと考えた方がいいのかなと思ったりなんかします。パソコンは結構細かくね当たり前なんですけど設定ができるのでね、そういう意味ではちょっとねまあモバイルという媒体ですね、は iPad にしても、まあ携帯にしても、いまいちだなと思ったりします。で、まあ、この間録音撮ったのもね iPad で撮ったのも聞いてみても、なんていうかな、やっぱり上下カット音をねしちゃってるんだと思うんですけども、ちょっと実際の音からかなりかけ離れてるような気がするので、魅力を例えば楽器の魅力を発信するとなるとやっぱりちょっと厳しかったりするかなと思うので、今日はお話にしようと思います。まあ、iPad でね今の時代は若い方たちはみんなね電子楽譜というのを読んでいくわけなんですよね。昔の紙媒体も全部この一つの iPad というまあ、ちっちゃいね薄いね黒板みたいになって言って怒られるかボードぐらいのね薄いね機械の中に全部の楽譜が入ってるということは非常にね便利なことではあって、でまあそうそうなんかまあ本番で使ってる子もいるんですけど、トラブルらしいトラブルはないらしいので、まあ、紙媒体でも使ってたらね譜めくり失敗しちゃった2枚くっついてたとかあると思うんですけども、まあそういう意味では、まあどっちも起きるときはトラブルが起きるときは起きるかなと思います。ただやっぱりね重い楽譜をまあ当たり前ですけども、それこそ何十曲って、まあ、例えばルネサンスの合宿とかに行くよとか言った時って変な話多分60曲から80曲ぐらい楽譜持っていくじゃないですか。そうするとこれぐらいになるんですよね、紙媒体になると。で毎回重いなと思いながら行くわけなんですけど、 iPad 組は本当に薄いんですよこれだけで全部入ってて、で元の楽譜もあるし書き込みした楽譜も別で保存できるしっていうので、そういうあたりではちょっといいなーなんて思ったりするので、まあ次の、はい、ルネサンスの集まりの時に使えたらいいなーなんて思っています。で昔はねじゃあどうしてたのか、 iPad なんか当然ないので、じゃあ iPad がなかった時代っていうのはもちろん紙がある時は紙だったわけなんですけど、紙も最近になってこそもう本当にメモ書きとか言ってポイって捨ててたけど、昔の人たちね例えば画家もそうなんですけど、昔は当たり前なんですけど紙が貴重だったので、で紙もねそのキャンバスというねこの布って言ったら怒られるかもしれんけど、もうやっぱりそうそうね簡単にねポイ捨てできる時代ではなかったので、まあ、何回も書き直したりとか上から塗り直したりとかしてたわけなんですよね。じゃあ楽譜はどうなってたかっていうと、一昔前になるとやっぱり紙の楽譜っていうのは非常に貴重だったので、なのでまあいろんな音符の書き方っていうのが出てくるわけなんですけど、このあたりはまた別の動画で撮りますね、長くなるので。でずっとずっとじゃあ遡っていくと、まあ、ルネサンスの頃とかになると、まあ、楽譜をねこう持ち帰って勉強するんじゃなくって、教会に一つの大きな楽譜があって合唱とかってで、それをみんなで見てで歌って覚えて帰る。でまあ必要な部分とか口伝ですね、口伝ですね、まあ、口でこう伝えていくっていうやつですね、っていうのをやってました。じゃあそのもっと前はっていうと、それこそね石に刻んでたんですよね。っていうことはですね将来的にまあいろんなことがあるんですけども、今はまあこう文化が栄えてるけど、紙っていうのはいずれね
写真でもそうなんですけど、紙に印刷したものとか紙に残したものっていうのは、最終的にはボロボロになっていくんですよね。なのでいろんなも、昔の文章を文書とか出てくるんですけど、なかなかいい状態で今まで残っているものっていうのは少ないわけなんですけど、石っていうのはやっぱり強いなって思うわけなんですよね。すごく昔のものでも石には残ってたりとかするので、っていうことは、まあ iPad は今はねとりあえず、主流になりつつあるんだけど、まあなんだかんだって最終的には結局また石のような媒体に戻っていったりするのかななんて個人的には思ってます。まあ石なんか持ち運べないけどね。で最終的には結局はまあある程度頭の中に入れていくのかななんて思ったりします。残されたものがね簡単に今見れる時代で、元の作曲家が書いた手書きのものもファクシミリとして残っていて外から見ることができるって、これはもう本当にありがたいんですけど、まあ最終的にね、なんか今いろんなものが少なくなってきてるじゃないですか。食料もそうだし、資源もそうだし、今はね人手不足というのもあって思わぬところで、思わぬものが手に入らなかったりするわけなんですけど、そういうのがもし積み重なって、それにもしかして、なんかまあこう地球のね磁力的なものとかがあったりとかすると、まあ、太陽でもいいんですけど、こう一瞬にして電子機器がダメになるっていうこともねあるわけで、そうしたら、いやでも電化製品のない生活を一遍やってみようみたいなことを某 YouTuber さんがやってはって面白そうで見てたんですけども、本当に例えば朝起きるのだってもう携帯のアラームなので、もし電気が止まったらまず翌日の朝起きれないからスタートしますよね。でそこから部屋から電気がつかないってなったら真っ暗な中から物を探さなきゃいけない。でかつ今なんか寒いけど、お湯を沸かすのもできない。まあ薪とかねガスとかを使えばいいんでしょうけど、うちは基本的にはガスとか使ってな、ガス使ってないって言い方変か、お風呂はガスなんですけど、基本的に台所は電気なので、それ考えると大変ですよね。なのでまあそうですね、昔の人は偉かったというか、いつ何時そういう状態に戻ってもいいようにサバイバルができる能力を残しておかないといけないかなって時々思ったりします。で音楽においてもこうサバイバルでね残せれるようにしようと思うと、よし明日から石に楽譜を掘っていくかって思ったりするわけなんですけど、それはとても無理な話で、でもねそれ考えると、この昔からのこの歴史っていうのは本当にね読み解いていくと面白いなと思うので、まあよかったらいつかね石に書かれた墓石に書かれたね楽譜とかがあるのでね、そういうのとかもまたご紹介していきたいなと思います。そうなんですよね、中世のあたりとかも面白いのでやりたいなと思うんですけど、なかなかね、また折を見てねチャレンジしたい分野ではございます。でまたねチャレンジした時には面白い分野なのでね、皆様にもねちょっと動画を通じてねご紹介していきたいなと思っています。それでは皆様またね。